見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。今も日本にはびこる違法薬物、中でも覚醒剤は高額で取引され、その利益の一部はヤクザの元へと流れ込んでいる。果たして、日本で覚醒剤が流通し始めたのはいつからなのか。どのようないきさつで覚醒剤取引が始まっていったのか。日本覚醒剤史について調べていたノンフィクションライターの高木瑞穂氏は、自身を日本に麻薬を広めた男と語るヤクザ、涌井氏に話を聞く機会を得た。ここでは、高木氏が涌井氏の話をもとに関係者へ取材を行い、執筆した覚醒剤アンダーグラウンド、サイズ社の一部を抜粋。政府高官も絡んだ覚醒剤ビジネスの驚きの実態を紹介する、前回の1回目、後編を読む。渡辺玄の正体。195年、韓国で生まれた渡辺は、終戦で引き上げた後、慶応高校卒業、慶応大学法学部へと進学した。クラスメートだった昭和の大俳優、石原裕次郎が中退すると、後を追うように、彼も中退。日本新聞社記者になり、図らずしてフィリピン政府高官、バルバ・マルコス大統領の義理の弟、と知り合った。王新聞の肩書きにフィリピン政府のパイプ、傍から見たらエリート街道そのものだったろう。だが精鋭もギャンブルにのめり込むまでの話だった。パチンコや麻雀に飽き足らず、ヤクザが仕切る違法賭博場にまで手を出した。博打三昧の生活を求めて大阪、中央区の大手先物取引会社、西田三郎商店、現在は閉業、に転職までしたのである。涌井が渡辺と知り合ったのは1967年頃、涌井が逮捕されてからすぐのことである。涌井が兄弟分の千三郎と仕切る大阪、神津の本引き賭博場に当時、西田三郎商店の課長をしていた渡辺が客として遊びに来たのがきっかけだった。渡辺と顔見知りになった賭場の客たちが渡辺の誘いに乗って恒例と麻雀で身ぐるみを剥がされたのは、それからすぐのことだ。渡辺玄が後にゴルフの社長になる人間と組んでイカ様を仕掛けた。それで5人の被害者が出たんだ。方々でカモを見つけてはイカ様を繰り返していた人。被害総額は、賭場の客だけでも当時の金で円に上っていた。激しい切り取りに耐えかねた5人が涌井を頼り、ことは発覚したのである。そこで涌井はヤクザ組織の客分としての本領を発揮する。渡辺玄と、後にゴルフの社長になる男をさらったの、賭場の客には返金させ、残りの利益を折半することで話をつけた涌井。こうして詐欺師とケツ持ちとでも言うべき関係が始まった。ここで、獄中期、編集部中、覚醒剤の密輸で逮捕された渡辺は週刊誌に獄中期を発表していた、には記されていない渡辺とフィリピンとの接点にも触れておきたい。